サンタマリアデレグラツエ教会のアプスレオナルド・ダ・ヴィンチが最後の晩餐正面中にはサンタマリアデレグラツエ教会はイタリア・ミラノにあるカトリック教会の聖堂である。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐は敷地内の修道院にある食堂の壁画でありユネスコの世界遺産に登録されている。1296年アルノルフォデ・カンピオの設計により 大聖堂を取り壊して着工し、ジョット、フランチェスコ・タランティラが、造営主任を務める。以降、ミラノ校、フランチェスコ・スフォルザが、ドミニコ修道院と教会の建設を支持し、建築家ソラーリによって、長い年月をかけ1469年に、完成した。教会のアプスは1492年以降、ドナト・ブラマンテにより改築されたものとされる。当時ブラマンテは、 ミラノに居住しており、教会の歴史書の中にも一度登場している。レオナルドと8歳年上のブラマンテは、同時期にミラノに滞在していた。レオナルドの手記にも、理想の教会堂のスケッチが残されており、両者の交流があったことが考えられる。教会は、第二次世界大戦中に連合軍の空襲を受け、大きな被害を受けた。最後の晩餐の前には、 土納が積み上げてあったため、かろうじて被害を免れたという。支配者スフォルザ家の命により、クイニフォルテ・ソラーリによって1469年に完成されたゴシック様式の教会である。しかし信仰者によって、スフォルザ家の霊廟として改築することが決定し、それを任されたのがドナト・ブラマンテである。彼は東端を増築し、長くて水平軸性のある、 バシリカ形式の振動と円形や多角形平面を構成するために必然的に垂直軸性となるドーム形式等炭造築部の結合により空間衝突をドームのかかった集中式平面として演出した主催団の置かれる内陣のさらに奥の工人で長軸の推進力は終了してしまうが工人天井において空間を覆うために発達した 曲面構造体であるボールとは傘型を成しており、この境界がゴシック様式であったことを想起させるものだ。この境界の外観と内観は全く違っており、内観には全く遅延的特色が見られないのに対し、外観はロンバルディア地方の慣例に従った郷土色の強いものとなっている。このためブラマンテがこの建築にどこまで関わったのかが疑問視されており、 外観の建築はジョバンニ・アントニオ・アマデオによるものではないかという意見もある。見学には事前の予約が必要である。また閲覧時間は15分と限られている。ありがとうございます。